倉橋三32月28日から1955年4月21日は大正時代から昭和時代にかけての日本の教育者。1882年12月28日に父親、正直と母親である徳の間に長男として生まれる。場所は徳の実家がある静岡県高城町であった。1889年に 岡山市の内山歌小学校に入学する。1892年、総さんが小学4年生の時、父親は息子を東京の学校で勉強させたいと思い、母親と総さんの二人のみを上京させて、浅草区の花川戸にある浅草小学校へ転校させる。しかし、父、正直は静岡の裁判所に勤めて、仕送りをする生活を送っていた。そのため、 決して生活には余裕があるというわけではなかったという記述も残されている。これには実は父親の人に劣ることが嫌いという性格が原因でもあったと言われている。そのため家庭生活は派手であったようだ。1900年、総産は東京婦人城中学校を卒業し、第一高等学校に入学して寄宿舎清涼一番室の住人となった。 総産は一高齢にいながらも、武道や野球をしたりはせず、暇があれば、東京女子高等師範学校付属幼稚園に通って、子供たちと遊ぶことをとても楽しみにしている、青年であった。彼自身も、書籍の中で彼の子供好きは、前からのことで、不立一中の四年生頃から、その当時相関間もなかった、児童研究をよくわかりもしないのに月々高読して喜んでいた。 と記している。これらの経緯を経て、1906年、東京帝国大学文科大学哲学科卒業、帝大大学院児童心理学修了。1909年、上野洋一、大月海村、菅原京三らとともに、心理学通俗講和会の設立に参画した。1913年、東京女子高等師範学校講師になる。 この考慮より、児童保護を消極的故障として知り添け、積極的な児童愛護を提唱し、社会問題対策として政府、自治体が取り組むべきであるとし、また個人的な社会事業は人道的特使に基づいて行うべきだと主張した。その後、日本幼稚園協会の主幹となり、帰還し、夫人と子どもの編集に関わりながら活動を続け、1917年には、 教授に就任した。東京女高士附属幼稚園の主事を長年務め、形式化した、明治以来のフレーベル主義を改革、幼児教育の発展に尽くした。戦後、教育刷新委員会委員を経て、1948年に日本保育学会を創設した。倉橋は、音物中心のフレーベル主義を批判し、児童中心の自然の中で行う保育を生涯に、わたって強調した。 墓所の区比には自ら育つものを育たせようとする心。それが、育ての心である世の中に、こんな楽しい心があろうかと刻まれている。倉橋総さん、ありがとうございます。